ノックス軍はアメリカ合衆国入りのイ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は52,919人であり、2000年の55,836人から5.2%減少した。軍庁所在地はゲールズバーク市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ノックス軍は西隣のウォーレン軍と共に、 ゲールズバーグショート試験を構成している。ノックス軍はアメリカ独立戦争で活躍し、初代アメリカ合衆国陸軍長官を務めたヘンリー・ノックスにちなんで名付けられた。現在のイリノイ軍で最初に作られたノックス軍は現在のものと関連していない。1790年、インディアナ順州のうち、現在のイリノイ州となった部分がセントクレア軍とノックス軍の二つに分けられた。 ノックス軍に含まれた地域の一部はインディアナ州になった。1809年にその中でインディアナ州ノックス軍が作られた時、イリノイに入っている部分は別の名前で、いくつかの軍に分けられた。現在のノックス軍は1825年にフルトン軍から分離して組織化された。フルトン軍は当初のセントクレア軍の一部だった。南隣のフルトン軍にある スプーンガードライブと同様、ノックス郡にはノックス郡ドライブという景観に恵まれた道路があり、毎年10月の2週間の週末に秋祭りが開催されることで知られている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、郡域全面積は719.81平方マイルであり、このうち陸地716.240平方マイル。 水域は3.42平方マイルで、水域率は0.48%である。近年、郡庁所在地である、ゲールズバーク市の平均気温は1月の下市13度から7月の下市85度まで変化している。過去最低気温は1982年1月に記録された下市25度であり、過去最高気温は1983年7月に記録された下市102度である。 月間降水量は1月の1.41インチから7月の4.37インチまで変化している。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ノックス群は下記21の群区に分割されている。ありがとうございます。